江東区在住芸人猫ひろしの気晴らんラジオ。時刻は21時を大きく回りました。いやー、東京の人も捨てたもんじゃないよ、本当に。おい、マスク臭いから。おい、ちょっと俺のトークを崩すんじゃないよ、あなたたちは。そんなのマスクしてるしないで。トークなんすか、トーク？トークプランだよ。ないでしょうよ。なんだよ、これ。テンションないでしょ。なんで俺が思いつき芸人だと思ってんのか。はい。その通りです。できたね。でしょうよ。違う。はい。今日ね、うん、何ですか？だっけ、本番始まる前にぐらい、チェリーさん、今日猫さん走ってきたんですかとかいろいろ言ってたじゃないですか。そうですよ。今日、吉井さん、今日ね、昼間また一緒にいましたけど。そうですよ。気持ちが走ってまいりましたよ。で、何キロ走ったんですか、私。はい。猫さん、40キロでございます。そう。東京マラソン前最後の40キロ走。やってきまして。はい。3月5日、日曜日、もう1ヶ月ないです。そうだ、早いんだよ。2月早く終わるからね。うん、もう1ヶ月ない。あ、でも、もう40キロやんないの？もう今日で最後、練習でやる。あとはもう練習は何やるか、来週に30キロ走やって。あ、やんじゃん。そう、40キロやんないと。そうそう。で、2週間前に20キロ走。はあ、2週間前に5キロ走。はい、もうじゃあ、フルは走んない。もう走んない。フル練習でもしない。ね、やんない。で、一応40キロ走がですね、なんでレースペースで、きちっと行きまして。はい、今までの中で多分一番調子いい感じ、まあまあ平常心、まあ、でやってきたんですよ、うん、でそれが大体2時に終わって、で吉江さんと3時に分かれて、で、あの時ね、ちょっと吉江さんにまあ、手伝ってもらってますから、まあ、ちょっと多少、交通費みたいなのをこう渡したんですよ、はいはい、で、一応僕、40キロ走とかやるときは財布持っていかないんですよ、うん、ジップロックに、チェリーちゃんがね、くれたさくらんぼのジップロックあるじゃないですか、透明なやつにさくらんぼ書いてある、うん、あそこに、今日は確かね、1万6000円入れてたんですよ、うん、で、まあ、吉江さんにすごい渡して、で、終わった後に1万1000円入ってたんですね、うん、で、買い物しようと思ったら、いつも僕は40キロ走終わったらステーキを買いに行くんですよ、イオンに、はい、そしたら財布がどこ探してもないない。で、すぐ、まず疑う、そう電話って身内にありそら、どいね、爪用にまず電話して40キロ走、付き合ったのに、まあね、お前、俺の財布間違えて持って行ってんだろ。いやいや、もう一回ないよ、バカ野郎、お前は。厳しくて。いやいや、猫さん、そんなことないですよ。厳しいね。ちゃんと裸でちゃんといくらもらってますもん。そう言ってた。マジで危なかったよ。バッグの全部、洋服も全部見たし、後ろポケットも見たし、はいはい、そそっかしいから入れてたりとか。そそっかしいね。そそっかしいね。そしたら、絶対落としたの。で、新木場駅まで戻って、40キロ走った後で、チャリコでもう一回は、いや、金さ、大事じゃん、一番、まあ、一番1000円だよ。まあ、猫さん、金に厳しいですからね。厳しい。てか、今、ちょっと、金に厳しい。金に厳しいじゃなくて、今、財政が厳しいです。実はね、です。やばい、どうなさいよ、そんな言うのは。いや、しょうがないじゃん。しょうがないじゃん、じゃあ。隠すことないし。勝つとしてくださいな。いやだから1万1000大事なの。そりゃそうじゃん、大事じゃん。まあでも金ないね。でもまあほぼないだろうなと思って、透明なさあれに入れてるから、まあ、もうだって俺だったら取るもん、多分正直取れます。何でもだけど、うん、で一回駅に戻って、はいはい、新木場駅っていうのは3つあるわけよ、出口が。そう、A 出口、B 出口、じゃあ違う、改札が要は、まずは有楽町線、 それから JR、そして副都心線、3つ全部、まあ、厳密に言うと改札口ね、改札は3つ以上あると思うんですけど、あ、まあまあ、うん、いや3つしかないの。本当にそうだよ、改札1個しかないの、改札3つだから3箇所出口がある、出口がある、改札口でしょ、まあまあ何でもいいわ、ずるずる、何それ、いや、わかる、ゲストさんが待ってるから行くのは、そうだよ、厳密に言うとってたじゃない、まあまあまあ、3つあるわけよ、はい、だからそれぞれ会社が違うから、あ、会社がね、そう、3社あるわけ、あ、だから3つ全部聞かなきゃいけないの、3社な、で、ないってやると、はいはい、これもどうしたあれだわと思って、もうしようもない、イオンにも電話してないってやると1枚1000円、はい、どうしました、で、そう、駅の人がすごい丁寧でさ、うん、下にすぐ近い交番あるから、そこも一応行ってみてくださいって、はい、で、交番で、じゃあこれ紛失届出しますねって、はいって、で、まず落としてから1時間経ってないわけよ、そしたらさ、わわわって見て、10分後ぐらいにさ、うん、今俺がいるのは新木場の警察、そしたら深川警察って言ってる、来た近いですよ、木場公園の横にあるでかいやつ、はいはい、前フラ財布取られてたとか、そう、そしたらそこに
今そのお客さんあなたが言ってる透明な袋にジップロックにサクランボレーサクランボレーが書いてあって料金が1万1000入ってるって。あらら、うん、あのジェジェジェ言いましたよ。ジェジェジェだこれ、ね、マジっすかって言って、でもなんで深川に行ってんだろうと思って、ですぐ電話して、いや確かにありますで今日4時半までなんだけど一応あの連絡すればまあ6時ぐらいまで待っておきますよって言って、でも当然あの財布とかも何も持ってないから要はあの身分証明書とかで一回家に帰ってさステーキ食べんでも羊羹だけ食べあ糖分だけ入れてチャリンコでまたもう充電切れそうなところだってねなんで充電切れそうってさいらないでしょもう警察員だからそこは発災してくださいそしたらあったんだよ捨てたもんじゃないよでさで落としたところがね俺新木場で多分落としたんだよだけど拾ったところが新砂なんだよどういうことじゃん。で警察の人に言ったの。なんでそんなに離れてるところ、3、4キロありますよってのは、風で吹かれたんじゃないですかね。そんなわけねえだろと思ったけど、いちいち言うとさ、めんどくさいから、風で、俺、警察で送ろうかと思ったよ。拾ってくれた人はすごいいいけど、風で吹かれてそんなお金いく？でそれ届けた人は、吉江さんじゃないの実は吉江さんが一応電話かかってきてやべえ気づかれたと思ってた時にそういうそう電話ですぐ今日だから今日あの朝今日すげえ汗かいてたじゃん汗かいてたんだそうで危ないよで吉江さん今日さすっごい急いでたし歩いてた時俺たちさ実は吉江さん俺たち信号待ちしてたら吉江さん横にいたんだよなんだよあれえ俺そうだよあのよ豊洲のところあのね、うん、今日危ないよあれ超急いでたでしょ遅刻しないようにと思ってお金で届けてたからでしょうんあいやいやじゃない違ういやでも違うあんな吉江さん怖いだって吉江さんさお前さ2回信号無視すんなよそう信号無視お前信号無視したよね、しかも2回うわうわダメだよお前原稿入って逮捕する、ま、いや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 確かにでもおいお前2回やばかったよ全然聞かないお前信号無視ダメだよ危なかっただって俺はこのラジオで他のランナーの方に注意されたんだから信号無視して走ってるって仲間じゃないそう謝ったんだお前もダメだよ今何歳こいつ信号無視だし俺たちも無視してたからねそう最悪だダブル無視だよ全然いたのダブル無視全然なんで今日来てんの掃除してないのにしたってお前綺麗にしまして俺コスプレでもう床こするスプレーやな前回聞いてる人はなんで来てんのかなと思ってるもんちゃんと綺麗にして、うん、心もお部屋も綺麗に生まれ変わったよ教えてございますよまあで、まあ、途中でしょこれからまた毎日まだ途中でまだ途中なんで ゴミ捨てるのにもう量が多すぎて家のゴミ捨て場が吉江さんのゴミだけでいっぱいになっちゃうことがあってだからベランダに全部置いてたんですよ、はい、そしたら大家さんがそれ見かけて、はい、ちょっとなんで吉江さんゴミハウスになってますけど注意されたぐらいちょっとあの電話来ましてワイドショーで特集されるんじゃないですか、いやでもちゃんと掃除してたよ掃除見たでしょさっき見たでしょあ僕、ね、ようやく布団引けるようになってたじゃ んいや布団っていいですね、まあ、とても、まあまあまあ、だから本当ね俺だからこれからねそういうふうにちゃんとするでも俺たちもちゃんと財布届けたもんなそう届けた2回ぐらいそれちゃんとやったお礼もちゃんと来たのそうだけど今日の人はお礼とかいらないって言って、俺たちはせこいからお礼もらってそうです、ねはい、ちゃんともらったもんなちゃん匿名で来ました来た手紙一筆書いてすっごい汚い字だったいいじゃんすごかったパサッパサッすごいじゃん今日の人はだから本当に俺いやだって、まあまあ、ほぼ裸でお金返ってくると思わなかっただから俺はこれからロッカーとかでやっても、うん、俺ロッカーでね例えば100円戻ってくるロッカーとか、ね、競技場で、ね、行くとでも時々100円があったら俺はもうそれもらっちゃったりしてた正直いやあれはそんなこと言う別にやめる俺はそういうのこれからやめるどうする、うん、中央さんが届けるんですか届けるあ、これ怒ってましたよ、いやこれからだからいいことする僕今日1日1膳10円でもちゃんと置いてあった塀の上にポンと置きますよお前はでもさブルさんのお金でお前使ってたじゃないかブルさん昔の過去の話すんなよ風俗で使ってたんだろお前使ってねえよ風俗で溶かしてんじゃねえよお前は人の金を引っ越し代
犯罪しました。コロナにお前ブルーさんが死んだ時にお前ね、ブルーさんごめんなさいとか言って、ブルーさんが好きなビール持ってきましたって言って、こいつ缶オケに缶ビールそのまま入れて怒られてて、缶オケの中に生ビール、ビール入れるバカどこにいるんだよお前。その後に俺大好きなお前、タバコ好きだ、大好きなお前ブルーさん、お前酒蒸しになるぞお前。その後にバッて、その後にその後にビールじゃなくてそのタバコが好きだからってタバコを入れたのよ、ピースをね。あ、せっかくだから火つけますよって言ったら、そこに燃やす人が、いやいや、ダメですよ、先に燃やしたい、ここで燃やしちゃダメですよ、これ何が、何がピースだよ、ノンピースだお前は。はい、どんな話だよ。はい、じゃあ、ということで、今日はね、ちょっとあの教授はカットします、カットしましょう。アンモさん、あの今日ゲストにね、この後にはですね、モノマネ芸人のアンモナオコさんが来てくれますから、はい、ちょっと今日は僕のコーナーをね、13分話してますよ。あ、すいません、カットします。はい、アンモさんね、さっきあのほら、今あれやってるじゃない、ポコちゃん。あ、ポコちゃん。で、僕が本番前に、アンモさん、よかったらポコちゃんだよね、本番前でやってくださいって、お客さん流れてくるかもしれない。すごいね、アンモさん。あー、このアンモさんのポコちゃんからこのツイッター流れ、頼むよ、頼みます。はい、お願いします。よかったらお願いいたします。はい、それではですね、本日の内容でメールテーマ、もちづきさんお願いいたします。もちさん、はい、今晩の気バランはゲストにモノマネ芸人のアンモナオコさんっていう、そうですね、アンモナオコさんをお迎えしてお送りいたします。もちろん皆さんのメールやチャットもどしどしご紹介させていただきますので、お楽しみに。赤いゆうたろさんからアンモさんまだかなって、うお、ゆうたろ、ちょっともうちょっと楽しんで、もう少しね、ちょっと吉江さん、マイクペロペロ舐めないでくれよ、スシローじゃないんだからさ。フィッシングトレちょっとフィッシングトレーヌって怒るよ、怒るよお前。流れてる世界中にお前このメール、流れてる、流れてる、やめてくれよペロペロ、なんでいじりしなめないよ。はい、それでは今晩のメールテーマです。コンビニエンスストア大手のセブンイレブンは、全国の店舗で半熟の煮卵などの商品およそ15品目の販売を休止しました。またサラダやサンドイッチなどおよそ10品目について、ゆで卵の量を減らし、ハムや野菜など他の具材の量を増やすといった商品の規格の見直しを行ったとのことです。理由として、鳥インフルエンザの流行の影響で卵の供給が滞ったためとしています。卵の生産をめぐっては、鳥インフルエンザの感染拡大で処分される鶏などの数が、今シーズン1200万羽を超えて過去最多となり、出荷が減少するなど供給面の影響が広がっていて、コンビニ大手の商品の販売にも影響が出ています。ということで、今晩のメールテーマです。アンモナオコです。あなたの好きな卵を使った料理第1位は何か、豊洲の猫に教えてください。好きな卵を使った料理第1位は何か、豊洲の猫に教えてくださいです。お願いいたします。今ね、卵高いからね、いくらか知ってる？1パック228円だ。そう、210円ぐらいだよ。たっきゃーな、わい。まあまあまあ、品種によりますけどね。高いね、だから本当に、まあね、卵だけじゃないですけどね、本当に、まあ、めちゃくちゃ野菜も高いですよ。でも卵は特に、ほらこの間、あの卵屋さんと食べてたじゃん。ほら前さ、あの、伊藤社長から送られてきたね、卵が、美味しい卵送られてきたでしょ、牧場の、千葉の旭市の卵もらったじゃん。忘れてんじゃねえよお前。お前だよ、家に送られてきただろ、慶次郎の伊藤さんから。急にございます。お前マジ忘れてんの、朝日市の卵送られてきたじゃん、冗談抜きで。俺と丁寧に送られてきたんだよ。すいません、ちょっと思います、後で思い出します。そこの人とこの間お酒飲んで、大変らしいよ。いや、そうでしょ。あ、まあ、卵は卵だけで生計立てて、うわー。でもまだそこにはあのインフルエンザ、インフルエンザ来たって。どう来るんだよな、千葉で。大変ですよ、本当に。これまあ、これは大変だよ。まあ、そんな中でもね、やっぱりまあ僕はあの白飯に卵かけご飯一番いい。TKG、TKG、それが一番。あれやっぱり幸せですよね。まあ羽田空港とかもありますけどね。幸せだな。そういうのがいいかな。なんかあります、よっちゃん。あれじゃん。俺あの好きな王将の天津丼が好き。塩の天津丼、うまいでしょ、あれ。あの普通の天津の甘じょっぱいね、醤油もあれなんですけど、うん、俺は塩味が好きよ。あとはね、まあ、公園、あ、どうしましょうか。あの、ほら、我々も知ってるけど、高円寺の大和鳥ってんだけども、うずらの卵をそのまま揚げて焼き鳥。ああ、うまいんだよ、これは痛いね。あれでしょ、これは声を大にして痛い。オーナーが泉谷茂みたいな。そうそうそう。おー、よのぶっつって、あの、おのぶよしーか。じゃあ、もう一人のよっちゃんお願いいたします。あ、僕行きますよ。いいよ。キクラゲの卵炒め。あ、中華ね。これはいいです。甘いね。あとあとあれ。足の中のね、なおちゃんラーメン。ああ、なるほど。本当にあとこれ、茶碗蒸し。
やばい、やっちゃった、やっちゃった、チャームしたら、これもでしょ、やべえ、これもあれでしょ、卵豆腐。あまあ、茶碗蒸しの後に言うとちょっと弱いよね。まあ、茶碗蒸しじゃダメですよ。俺はでね、これ、はい、じゃあ、ルーちゃん、はい、あのこれね、変な言うんですけど、うん、あの冷凍のね、卵スープあれうまくないですか、簡単だし、知りませんあれじゃあ、フリーズ、あ、フリーズドライ、フリーズドライじゃないですか。フリーズドライ、やっとボロが出たな。よかった。おい、ちょっと、じゃあこれ言いましょうか、これ、これ本当にうまいですよ。先のつまみいいのが、大和芋を千切りにして、普通に卵かけて、海苔かけて酢醤油のつまみ、それうまいです。よしえけどね、卵料理がちょっと薄れてくるじゃん。そうそうそう、甘いもの。俺もそう、俺もだからね、チーズオムレツとかやめといて。ああ、そうか、カルボナーラとかダメじゃん。あ、今あった、それも好き好き。ボラと伊達巻きっすよ。ああ、それあった。俺ね、シンプルに結構入り卵とか好きなの。ちょっと塩コショウでやる。煮卵。はい、ということでですね、あなたの好きな卵を使った料理第1位は何か、豊洲の猫に教えてください。よろしくお願いいたします。この番組は山内クリニックのスポンサーでお送りいたします。そのね、山内クリニックさんは、小田急線共同駅徒歩1分にあります。生活中華の診断治療に力を入れてるんですよね、もっちーさん。そうです。山内クリニックさんは生活習慣病といわれる高血圧、糖尿病、脂質異常症からくる脳卒中、心筋梗塞の診断治療に特に力を入れていて、早期発見にも力を入れています。また山内クリニックさんは日曜日も診療や相談ができるので、平日お仕事で行けない方も見てもらえます。ご来院ご希望の方は山内クリニックさんのサイトからのウェブ予約、または03-5451-30585451-3058までお電話をよろしくお願いいたします。ちなみにこの山内クリニックさんは内科小児科を中心に診療していますので、お子さんともども健康に心配のある方、お気軽にご連絡ください。そうです。そんな山内クリニックの山内院長はですね、なんと東京生まれで、どこ、そうですよね、亀戸、そう、亀戸育ちだからあの料理のところは、赤ちょうちんも結構いけます。そうなんですね。すごい、なんかイメージ的にはなんかお高い感じですけど、うん、そういう感じじゃないですもんね。じゃない、本当に下町大好き。いや、本当にちょっといいとこ育ちかなと思ったんですけど、話聞いたら、いい先生、ピーポーチャンピオン。そうです。ぜひね、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、秋田のマリコさんから納豆チーズオムレツが私は、ああ、そうです、うまい、うまいですね。来ておりますね。あやすさん、こんばんにゃー。起きてますね。沖田島平八郎さん、シンプルに卵かけご飯、卵10個あって豪快に食べる、大丈夫。まあでも卵は大丈夫か、通風とか。あれはかけの醤油は卵かけご飯の醤油みたいに使う、やっぱ。いや、もう今普通の醤油にしてるかな、俺は。昔めんつゆうまかったよ、めんつゆ、めんつゆね、めんつゆ、ね、今も、やすさん、こんばんにゃ。はい、じゃあここでですね、この後ゲストにお越しいただく安藤直子さんのリクエスト曲を、お願いいたします。はい、ではお送りいたしますのはアンモさんのリクエスト曲で、天童よしみさん、あんたの花道。あんたの花道。今晩のゲスト、モノマネ芸人のアンモナオコさんです。よろしくお願いいたします。舐めたらあかん、舐めたらあかん、人生舐めずにこれ舐めて、 VC3000 のど飴、これを舐めたら太った。あ、来たよ、いきなりネタから。ちょっと、いや、うち太りました。よろしくお願いします。あんまさん、よろしくお願いいたします。正統派のモノマネですよ。はい、正統派ですね。でもね、あんまさん、ちょっといきなり来てあれなんですけども、うちにもなんと天童よしみ、なんとできるボーイがいるんですよ。なんと、どっちだ。一応ね、一応うちの子がね。じゃあちょっとだけ、じゃあ、ください。舐めたらあかん、舐めたらあかん、人生舐めずにここ舐めて、ここ舐めたら捕まった。はい、あ、どうもありがとうございます。これありなんですか。舐めすぎだよ。劣化が激しいですね、吉江さん。舐めすぎだよ。いやですね、そうそうそう、いろんな意味で舐めすぎだよ、お前は。あ、それ気合が足んなかった、すいません。あんまちゃん、ね、じゃないよ。でもアンモさんのね、レパートリー、天童よしみさん、坂本冬美さん、八代亜紀さん、ゆきさおりさん、まあいろいろ、工藤静香さん、平林彩香さん、中島美香さん、
さだまさちできるんですか。すごい漢字がいっぱい間違ってますけどね。はい、ああ、そうです。漢字間違ってます。あ、俺、読めました。平原彩香さん。なんつった今。平林って言ってた。いや、違う、これ平林彩香って書いてあるんですよ。本当だ、間違ってる。平林って書いてある。間違ってるじゃないですか。ラブコロ木村君、木村この野郎。俺が恥かいたじゃねえかよ。松村は誰か、これ松村、はい、松村智子って誰か。松村智子、松村和子さん。間違ってますね、このね。ほら、全然わかんない。ちゃんとしてくださいよ。間違ってましたね。過去の演歌の。そうです。帰ってこーよー。歌うまー。よしえさん、しょぼ。待て。帰ってこーいよー。あ、いいよ、かぶせる。え、ちょっと、ちょっと、一個だけいいですかね。さだまさしさんできるんですか。さだまさしさん、ちょっと、ちょっとリバーブお願いします。リバーブ、ちょっと待ってくださいね。オッケー。はい。ジョー、ホタル。父さん、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 父さんは、なぜあそこで水田に水を作るよ、電気が起きると言って水風車を回して電気を起こそうとしてたんだ。ありがとうございます。このチャンネル、あ、この番組誰も突っ込む人いないからです。みんなこれもちょっと田中君にやったら思いのほかちょっと似てたからちょっと長くやっちゃった。あ、これいけるのもちょっといいっすね、確かに。 BGM になってましたけど、確かにうまいね。そんなね、今日安室奈緒子さんのノリもいいですし、モノマネも最高です。それではね、そんな安室奈緒子さんのプロフィールをモッチーさんよろしくお願いいたします。はい、本日のゲスト安室奈緒子さんは北海道のむかわ町のご出身です。モノマネタレント荒牧陽子さんを見て憧れを抱き、テレビ番組のオーディションを受けるも落選してしまいます。それをきっかけに奮起され、札幌モノマネショーパブガンダムにて38歳の時に OL を辞めてモノマネ芸人デビューをされます。はい、そうです。演歌歌手、邦楽、アイドル歌手などなど幅広いジャンルのモノマネレパートリーとインパクト大の顔マネで、イベント、ステージなどでご活動されています。そして今月19日にはたくさんの人気モノマネ芸人が過去に出演されて、モノマネ芸人の聖地とも言われている新宿のそっくり館キサラで単独ライブが予定されています。そんな今月お誕生日で、トマトが苦手な安室奈緒子さんが本日のゲストです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。トマトだけじゃないんですけどね。ピーマン、キュウリ、ナス、トマト、梅干し、ウニ、ウニも書いてない、ブドウを、もういっぱいあるんですけど。野菜食べないと、アンモさん。好きなものは好きなものなんですか。好きなものばっかり食べたからこんな体になりました。何が好きなんですか、一番。一番好きな唐揚げです。あー、いいですね。泣きらないですよ、ザンギ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 。ちなみに今日のメールテーマの卵料理だと、アンモさん何がお好きですか。卵料理、卵料理、コーダシャンビンじゃないですか。鼻押さえられて、うまいって、違うんです。卵料理好きな卵料理。中村明菜さん。中村明菜、明菜ちゃん、すごい紅白今年出てほしいな。卵サンドが好きです。声ちっちゃい。卵サンドね。卵サンドですよね。手作りのところがいいですよね。そうですね。ちょっと分厚いやつとかね、今売ってますもんね。でも安室さん、これ38歳の時、はい、結構一大決心ですよね。そうですね。それまではちなみに何のお仕事してたの。これは聞いても大丈夫なんですか。大丈夫です。何系のお仕事。すごい長くなんですけど、いいですか。あ、いいですね。ゲストです。割愛でお願いします。ちょっと割愛で。あの、本当はバンド活動をしてます。あ、そう、それも。はい、僕も掛け持ちしてたんです。はい、そうなんです。それで、北海道から東京に出てきて、伊藤洋華堂グループの社員を務めながらバンド活動してたんですけど、3年で辞めまして、バンドが鳴かず飛ばずで全く売れなかったんですね。ちなみに何系のバンドだったんですか。リンドバーグとかパーソンズとか、あ、ジュディ&マリーとか、女性ボーカルのね。あ、でも聖騎マスとかもやってました。ハードロックも。ゴーバンズ懐かしいですね。ゴーバンズ。ちなみに何ですか、どこですか、ボーカル。やっぱ、はい、もちろん歌う。はい、レベッカとか。あ、やりました、やりました。でもあのギターとかベースもやったんですけど、全部うまくできなくて。いやいや、でも全然かじった程度しかやらなくて。それで
その後バンド活動をしばらくやってたんですけど、うん、はい、6年ぐらい東京にいてやっぱりダメだなと思って、うん、北海道帰ったんですよ、うん、はい、それでゴスピロとかそういうのもやってみたんですけど全然しっくりこなくて、うん、もう私ダメだな年だしもう、うん、いいやと思って農協に勤めたんです、うん、急になんかまともな農業から農協、農協JJ すごいね。でもね農協って入るの難しいですよ。難しいよ、田舎なんでね、田舎なんで骨があるから。それで勤めてたんですけど、うん、その荒牧さんを見た時に、うん、スタイルが良くて、うん、美人で、うん、可愛くて、うん、モノマネが上手で、うん、歌がうまい、これ私がやんないと誰がやるんだろうと思って、すごい衝撃で、ね、ビビビッときましたね。どっからビビビッときましたもう衝撃を受けまして、私も同じことやりたいと思って、いやあでもいいですね。それでオーディションをフジテレビさんに受けて行ったら、うん、速攻落ちまして、うん、その時は何やったの？何のオーディション？そう、何のオーディション？その時はね、ほとんど荒牧陽子さんのモノマネみたいな感じで、あ、まあ、でも歌唱力にだから自信があったってことですね。そうね、まあ、ね、まあ、ね、まあ、まあ、ちっちゃい時からなんか友達に聞いたら、うん、あんたあのモノマネやってたよって言われて、うん、え、何やってたっけって言ったら、うん、あの林先生のメトポタミア文明とか、うん、あの吉川晃司のタチチュチュチュとかよくやってたよって言われて、ハンガー生えてこうやってハンガー生えたの、小さい頃はそういうのやってた、やってたよって言われて、あ、そうだったっけみたいな感じで、はい、なんかモノマネ芸人になるべくしてなったのかなみたいな感じでした。これどこででもこうプロ、やっぱりこの札幌のショーパブ通ってるから、はい、そうなんです。やっぱりいろいろ道が開けていった感じ。そう、その時は、会社員と、モノマネ芸人を両方やりながら週末だけ通ってたんですよ。で、向川町って皆さん誰も知らないと思うんですけど、あの札幌から2時間ぐらいかかるんですよ。で、あの車で、でも当時お金がなくって、でギャラが3000円ぐらいだったんですよ。うわ、1日交通費で飛んじゃいじゃん。そうなんです。で、お弁当を食べたり交通費、あと駐車場払ったらもう0円なんで、週末だけ、土日だけ出てて、それを1年ぐらい続けてたんですね。修行ですよね。もう修行です。モノマネ修行。はい、もう楽しく出さなくて仕方なかった。楽しいのがね、すごい。岩本さんの下で。そうです、岩本京成さんの。あ、岩本京成さん、はい、オーナーのお店なんで。めちゃくちゃレジェンド、スーパーレジェンドですね。知ってるよ、みんな。いや、もう知ってるよ。知ってるわ。知ってるかい。そう、語らないでくれ、まあ、我々世代はご存知かと思う。いや、俺も知ってますよ。知ってますよ、モノマネしてんののちょっと下って感じ、ね、ちょっと言い方がないです。まあまあまあ、でも年代がない。でも、すごい来ましたよね。さすがちょっと下って言えないでしょ、俺。年代がですよ。びっくりしました。俺、超失礼なやつになったじゃないですか、先輩に。そう聞こえちゃったんですよ。僕はモノマネ芸人で悪口言うとしたら、あのアントニオ声抜きぐらいですよ。いやいやいや、いい先輩ですけど。5ぐらい先輩ですけどね。はい、まあまあまあ。で、いつ東京にこう来たんですか？東京は、ガンダムさんで5年半ぐらい修行積んで、その後東京に出て行ったんですけど、はい、それこそキサラさんで、うん、オーディションがありまして、あ、はい、ありますね、はい、だってこのお二人もキサラさん出てましたよ。そうですよね、川村さん昔芝居の先輩やから、思わないように俺はなるっていうちょっと一大イベントがあって、あ、うんうん、あ、オーディションあった、うん、ありましたよね。あった7、8年ぐらい前に、ね、そうそう、さんがちょうど MC してた時じゃない。そ、あ、そうかもしれない、ね、MC してたんだよ、キサラで。そうそうそう、アニメでわーって、そう、あ、そうだったんですね。気合だ気合だって風があるから、そう、そこでベスト16位に入って、あ、すごい、で、調子に乗って東京出ました。いやいや、すごい、すごい人はね、全然その調子乗ってる方がいいですよ。そのぐらいの方が。そうなんですよ。そういう経緯があって。なるほど、はい。もうだってね、結構もうアンモさんのファンの方からいろいろ来てますよ。ありがとうございます。ポコちゃんから。ポコちゃんからも流れてきてると思いますよ。ポコちゃんも今生配信中。ちょっともうちょっと上行ってもらってもいいですかね。ごめんなさい。同時配信してるじゃん。はい、あ、来てる。はい、くまぽんさん、アンモさんの登場だ。たけちゃんとかね。たけぽん。アンモちゃんとか来てますよ。はい、どうも。どうも。皆さんありがとうございます。それからこっち北島。八郎さん、あ、はい、それからね、あ、来てる、栃木ラウンド87さん、あ、ちょっと初めて聞いた人が聞いたことある、聞いたことあるな、聞いたことあるな、皆さんご存知、あ、ごめんなさい、僕の T シャツ作ってる人だ。あ、アームレスリングの人ですよね。しかもよりによって今日違う T シャツ着てきてるんですよね。本当だ、はい、すいません。はい、
もっと秘密兵器レパートリーやっちゃえって来てますよ。なんかあるんですか秘密兵器。あ、嬉しいですね。なんか、プロにそんなね、ちょっと雑な振りですけど申し訳ないですけど。じゃあ、ちょっと準備していきます。はい、準備じゃあ、吉江さん、その間にちょっとモノマネ対決。一発。秘密、最近のやってないやつもね。佐藤二郎。一つだけはね、はい、私できたんです。はい、じゃあお願いします。ハウルのね、極主に出てきました、はい、あの炎のやつ、うん、炎の怪物。まずい、佐藤二朗のものまでできなくて、まずい。ああ、なるほどね。そっちだな。はい、炎の人、やっと分かりました。うまい。アンモさん、誰だ。今日で組むで、すどうぞ。ちょっと。あ、こんな組だ。あ、こんな組だ。あれ、体もなんか、さっきなんか、アーモさんがグッドシェイプになってるよ。あ、T シャツが。はい。安心してください。マイクちゃんと安心してください。 T シャツですよ。はい、コーダクミ、ちょっとワンフレーズ。コーダクミ、クーミ何がいいですか、ワンフレーズ。あれじゃないですか、やっぱあれ、キューティーハニーかバタフライか。あ、いいですね。もっともっと輝けるわ、ザレワイヤー、イエー、ゾマゾ。スイッチのハイディングがすごいですよ、スイッチングがいいっすよ。急に。僕はでもアンモさんの、僕は結構僕舞台見てるんで、ダウンの87。だからあれですよね、本格的なものまねもあるけど、結構やっぱりあのバラエティーショップが強い。だから安藤夏とかやるんだよ、そっくりだよ。安藤夏今日は持ってきてます。でも似てます、すっごい似てんだよ。公認いただいてますんで、一応。あのチラシ見たら本人が思ったり、そう、全部やってるんですよね。あ、で、来てる、脱いだぞ脱いだぞ。来てるよ。あ、ちなみにこれ誰かっていうと、ラウンド87番。ラウンドだ。はい。あ、北島平八郎さん、渡辺真知子って来てます。あっ、わははふわ人が朝日に変わる、その時一羽のカモメが飛んだ。うわ、これだよ今ね、はい、思ったんですけど、あのモノマネ王座の時に、うん、こうやって悪意さん、これ聞いてたの。あー、マイク、マイク。風聞いたらものすごい似てるね。これは本当わかるわ、こうやってる。ハリシナオさんの見事。ハリシナオさんの見事。ヘッドホンね。ヘッドホン。チェリーさん、ラジオってこれって言わないでください。ヘッドホンすごいっすね。鶴太郎さんこれ。リバーブも入って。すごい。もう一個なんかじゃあ、僕からもリクエスト。うまい。あ、でも来てもくまポンから安藤夏のモノマネする安間直子さんを仮装をハロウィンでやりました。そう、そっくりだったんですよ、この方。あ、この体型も一緒で。あ、くまポンさん、兄弟みたいでした。で、あとね、結構来てますよ。わー、嬉しい。ありがとうございます。あ、で、ね、でもこれね、でも荒牧陽子さんに憧れたところどこかが、うん、すごい失礼、失礼、失礼、いやいや、いいよ。俺も背景見ていました。ごめんなさい、正直今ちょっと自分でも吹いちゃったんで、すいません。でもちょっとほら、アーモさんやっぱりね、服を、まあ、全部ですよ、全部。でもやっぱりこう、でもどうしてまたその、ね、どこが良かったんですか、荒牧さんの。なんでなんでしょうね、うん、でも普通モノマネ芸人さんって顔が似てないとできないっていう、なんか、うん、確かに昔のイメージありませんでした。そうですね、あれモノマネ、コロッケさんとか、見た目から全て似ないって、仕草から似ない、まず見た目からとかね、うんうん、だけど荒牧陽子さんって声だけじゃないですか。確かに、うん、そうなんでしょう、うん、でもあの、きらびやかなっていう感じが、うん、私もすごく衝撃を受けて、うん、確かに、あの人も歌ものすごいうまいですよ。ガイドボーカルですよね。私ラブレター書きましたもん。えぇ、ーはい、そんな好きだった。好きすぎて。面識はもうあるんですか。まだないんですよ。えぇ、ーまあ、ご一緒したことないですか。ないんだ。あ、意外だ。ちなみにそのラブレターとかって返信来るもんなんですか。来なかったです。あ、まあ、まあ、まあ、全盛期の時なんで。心で。いや、もう一回書いたらいいっすよ、全然。そうですね。もう一回諦めずに。そうだ、頑張ります。もう一回愛の歌書いた方がいいっす、絶対。愛の歌ー、すごい、出てるな。でもね、ナイスリラブ。すごいな。じゃあ、一個だけもう一個聞いてもいいですか。はい、この、でも芸名がアンモナオコ。あ、気になるわ、気になる。そう、これちょっと聞きたいんです。なんでこの、あの、誰も知らない町向川町から発掘されるのがアンモナイトなんです。ああ、そうなんですよ。ああ、な、吉江さん顔がすごいやらしい顔してますけど。ちゃんと調べてきました。
私は知っていたんです。ありがとうございます。ちゃんと俺がね今日来るんだったらちゃんとアンモさんのやつ全部ちゃんと調べてこなきゃダメだよ。いやいいじゃん、本人の前でやってきましたみたいな。そうだよ。おい今日信号無視してるのにお前ダメだよ。いやダメだよ、社会的にダメだからな信号無視は。ちゃんとはい、じゃあ今日メールの方もたくさん来てるんでちょっと読んでいきましょうか。はい、まずはですね、ゆうこりんさんから。あー、こんにちは。知り合いですか？知り合い。はじめまして。本日のお題、好きな卵料理は甘い卵焼きです。あ、いいね、いつもアンモナオコさんに元気をいただいています。ぜひこれからもポコチャ頑張ってください。頑張ります。猫ひろしさん、はい、スタッフ皆さんも風邪をひかないで頑張ってください。ゆうこりんちゃんはね、はい、乳がんを乗り越えて、完治した人なんですよ。完治、まあ、今疑った、今からかったすごい方なんですね。いや大変だよ、すごいですよね。すごい方で、今まあ医療も発展してますからね、はい、でもすごいやっぱりポコちゃんとかで元気をもらったみたいな。いや僕思ったんですけど、このアンモさんの声もそうですけど、やっぱ笑い方とかね、笑い方とかちょっと吉江さんとは違うオーラがあっていいっすね。そう、吉江さんから汚い感じがあるんですけど、同い年、同い年。いやいやでもいい、いや早い、もうモノマネしてるもん、吉江さん。いや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 、なんか吉江さんはほらやっぱりさ薄っぺらいじゃん。いやいやいや最初は吉江さんね、薄っぺらい。スライスチーズ系、スライスチーズ系だから。おおお、どういうこと。ゲスト、メール来てるから、メール。はいはい、はい、続いてはくまぽんさんから。くまぽん、皆さんこんばんにゃー。こんばんにゃー。今夜のメールテーマですが、猫さんもチェリーさんもそしてゲストのアンモさんも知っている栃木県宇都宮市にあるスポーツカフェ、ラウンド…ご存知ないんですけどね。、はいはい、ラウンド87のホワイトオムライスが大好きです。あ、うまい、うまい。確かに名物料理だけあって、初めて食べた時にはかなり衝撃を受けました。これ聞いてる人ぜひ行ってもらいたい。カルボナーラソースとオムライスの組み合わせが悪魔的で、このメッセージを打ってるだけでもお腹が空いてきます。そう、ぜひとも宇都宮市に遊びに来た時には食べてほしいです。そうです。これね、あの柳島さんっていうね、オーナーさんがすごい太ってるんですよ。そうそう、ね、だからね、味が全部濃い。だからね、美味しい。そう、うまい、うまい。ちょうど我々ね、カロリーには気をつけた方がいいです。そうね、はい。やっぱ太ってる人が作る料理は美味しいですから、ね、美味しい、間違いないです。大間さんも料理結構好きなんですね。結構好きですよ。そうですね、はい。ちなみに何が得意ですか。ハンバーグです。まあいいね。おー、いいねー。いいね、いいね、いいね。もう全部こねる、こねる。こねるだろうよ。こねるだろうよ。いやいや、ほら、電池。なんで、もうあと出来合いのもんだよ。こねないって。こねないって、どういうことだよ。こねる。料理しないから、全然分かってないでしょ。分かんねえんだよ。こねるって。こねないとどうすんだよ。40キロ走ってますから。そうだよ。そうだよ。アンモさん優しい。よしよ、お前がフォローしろよ。俺も伴走しちゃった。今日15キロしかやってないよ。いいんだよそんな話は。いいの、置いといてよ。続いて、はい、人伴奏、はい、いいですか。はい、ランボー&ポンコツさんからです。皆様こんばんは。こんばんにゃ。今日はアンモナオコさんがゲストとお聞きしましたのでメッセージを送ります。ありがとう。アンモさん、反省を生かして早口にならないようにね。はい、早口なんです私。 F1 並みの、うん、F1 並みの早口だと誰も聞き取れないから、はい、ラジオ楽しんでくださいね、うん、ありがとうございます。リクエスト、天童よしみ道頓堀人情よろしくお願いいたします。猫さん、皆様、アンモさんをよろしくお願い申し上げます。する、なぜかこの道頓堀人情って、舐めたらあかん、舐めたらあかんで東京にって言ったの。四段サリの違います、違います、願いは祭りだ、祭りだ。めちゃくちゃ間違えた。今違う、サブちゃんですね。次は歌うじゃない。次行きましょうか。はい、ゴンと55号さんですね。ゴンちゃん、ゴンちゃん。皆様こんばんは。いつもありがとう。アンモさん、はじめまして。38歳でデビューっていうのが多様性の時代にふさわしくかっこいいです。そのまま突き進んで地元が誇る武川龍、はい、バリに吠えまくりましょう。まあよくご存知で、何ですか武川龍、有名な武川龍ってご存知なんですか。あ、居酒屋さんですか、武川龍。あれでしょ、あれでしょ、昔あのシュールなネタやってたあナベプロの武川龍さんでしょ。知らないですね。あ、深川龍さんだ。ごめんね、難しい。深川龍、嘘でしょ。あ、40キロしてた。いや、違うわ。ひどいよ、武川龍と武川龍。怪獣、そう、世界的に珍しい龍が発見されたんですよ。発見。でも、あれ、アーマさん、武川龍、うちの吉江さんがモノマネできますから。行きましょう。向こう流健一郎です。あーあー
どこの恐竜ですか、ね、なんで天竜がいいんじゃないですか、吉田さん。40キロ減少したからね。中国人ですけど、ね、同級生がすいません。違う違う、何がうまいですか、何がうまいですか、向川町、何がおいしい。向川町、シシャモです。あ、北海道だからね。シシャモが日本一美味しい。アンマさん、お酒飲まれますか。飲まれますよ。飲まないとちょっと裏切られますよ、でも。人を見た目で判断じゃないよ。でも飲んでほしいですよね。ザルです、ザルです。シシャモうまそう。いいよ。いや、はい、そんなゴントさんのメールテーマなんですが、はい、やはり筋肉マン好きとしてゆで卵でしょうか。あ、いいね、ゆで卵、うまい子でな、ゴンさん、うん、特に地元名古屋飯の一つ味噌おでん、赤味噌のつゆの中で煮込まれて隅々まで味の染み込んだ真っ黒系のゆで卵が最高です。煮込みの卵もいいよね、煮込み玉ね、うまいな、うまいな、はい、はい、続いてメガ坊主さんからも来ています。皆さんこんばんにゃ。お休みの吉江さん、今頃洗濯中ですか。あ、うん、いるよ、いるよ。いや、休むのは洗濯の余地なしですよ。はい、じゃあ、はい、首です。はい、ゲストのアンモナオコさんは、はい、北海道向川町出身と聞き、はい、私は仕事で何度か向川町にお邪魔したことがあるので、勝手に親近感が湧きます。あ、来た。シシャモの生寿司食べたくなりました。食いて、あ、食いて、生寿司ってうまそう。シシャモの生寿司、10月から11月にかけてしか食べられないんですよ。うわ、いいね。これはまさに地元の方しか分かんない。北海道どの辺ですか、向川町って。あの、こうありましたらこの辺ですね。札幌下だ。この下だ。同級生ですね。桃鉄で分かりました。苫小牧のね。苫小牧ね。桃鉄で覚えました。いいね、カラシの苫小牧の。絶対伝わらなかった。いや、でも、なんとなく分かります。あの辺っていうのは分かる。ラジオで絶対伝わらない。いいカード売り場があるんですよ、桃鉄だった、その辺。モッチーさん、バカウケ。めっちゃ面白い。ありがとうございます。今日のメールテーマですが、私の好きな卵料理、シンプルに卵焼き、厚焼き卵です。それほど星の数ほどあり、すみません、それこそ星の数ほどあると思いますが、最後にはやっぱり、馴染みの深い卵焼き。焼きに落ち着きますよね。わかるわかる、うん、居酒屋とかでも美味しいですね、卵焼きね。甘いかしょっぱいかわかりますよね。朝、うん、はい、ちょっとすみません、どんどん行きますね。いっぱい来てる。はい、タキオンさんからも来ています。このメールテーマ、カツ丼ですね。あ、いいね、そう来たか。親子丼もいいね。カツ丼もいい。はい、そしてこの方はどなたかな。卵かけご飯の一択と来てますね。キケシン、まあ俺と一緒一緒。はい、クロムンさん、アンモさん、ファイトーと来てます。ありがとうございます。こんなアンモさんですけど、なんか今度すごいことやるんでしょ、アンモさん。告知ぜひしてください。はい、告知をしましょう。告知をしましょう。これでさっきも言ったんですけどね。はい、見てください。2月19日日曜日に新宿にありますモノマネ館キサラーさんでお昼貸し切りさせていただきまして、これすごいですよ。私、2月21日に50歳になるんです。おめでとう。おめでとうございます。乗りましたね。ということで、ネタ50ネタ。おお。で5000円。おお。グッズ500円。あ、いいね。という5並びの感じで、ツートン青木さん監修によるモノマネショーやりますんで、ぜひ皆様お越しください。よろしくお願いいたします。これ50ネタバンバンショートで行くってことですか？ショートで。そうです。うわ、これ大変だな。ただですね、チケットがまだまだ余ってまして、私赤字になる可能性が高いです。これみんな。5000円。あ、5000円ですもんね。はい、ぜひぜひとも。いいっすかね。もうそれでね、日にちも近いですから。近いですね、19日。今日は 1,2,3,4,5 5人売れましたということで。買いになって、僕らがもう入ってますね。苦笑いされました。あとはポコちゃんの宣伝ももしあれだったら。あの、配信アプリポコちゃんっていうのをやってまして、そちらの方でほぼほぼ毎日7時間から10時間ぐらい。すごい。そうそうです。あ、それでもやってる。ちょっとそれ、単独ライブの方、きつくないですか？よろしく。お願いします。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。もう終わりなんですね。早い。またいつお越しください。最後。それでは来週のメールテーマを。はい。まずですね、来週は収録放送となりますので、13日の3時頃までにメッセージお願いします。来週のメールテーマは、あなたの雪が積もった日の思い出は何か教えてくださいです。雪が積もった日の思い出教えてください。はい、よろしくお願いいたします。アンモさん、アンモさん、最後なんか今日ゲストのアンモさんに最後、なんかモノマネで、ありがとうございましたです。誰だ誰だ、あ、誰だ、誰だ、タラちゃん、タラちゃん、タラちゃん、あ、タラちゃん、タラちゃん、誰っていうの一番きついです。ありがとうございました。あまり意外だった。意外だったな。ごめんなさい、ごめんなさい、分かんなかった、すいません。これからもっと寛容したいと思います。すいません。はい、この後僕耳鼻科行きます。ありがとうございます。アンモさん、ありがとうございました。じゃーじゃー、中森明菜です。中森明菜。Bye.